理栄養士の納豆ダイエット、痩せる食べ方がある。その秘密とは、管理栄養士の納豆の食べ方、ダイエットに適した食材と組み合わせる。お酢、焼き梅干し、キャベツとオリーブオイル、順番にレシピを紹介していきます。1、酢納豆。ひきわり納豆1パック。納豆に付属のタレは使わない。うち酢大さじ1。50回しっかり混ぜる。器に盛り付けたら出来上がり。2、焼き梅干しとカツオの納豆。ことぶきの梅干し1個、とろ火にかける。フライパンに梅干しをのせる。焦げないように梅干しを転がす。中までしっかり温める。焼き梅干しを火から下ろす。ひき割り納豆1パック、たまり醤油小さじ1/2。50回しっかり混ぜる。器に盛り付ける。かつお節ひとつまみ、ネギ小さじ1を加える。焼き梅干しをのせたら出来上がり。3、キャベツとしらすの納豆。オリーブオイル大さじ1/2。しらす 30g、 軽く炒める。キャベツ 180g、 キャベツは千切り。キャベツを水で洗う。新鮮塩適量。軽く揉んで10分間置いておく。
しんなりとしたら両手で握って水気を切る。新鮮塩小さじ1/2、富士酢大さじ1/2、オリーブオイル大さじ1、たまり醤油大さじ1、キャベツを加える。炒めたしらすを加える。しっかりと混ぜる。器に盛り付ける。ひきわり納豆1パックしっかり混ぜる。キャベツに納豆をのせたら出来上がり。痩せたい時や便秘の時にぜひ試してみてください。最後に管理栄養士のダイエットポイント。納豆は水溶性食物繊維が大豆の約 1.5 倍。またミツカンの研究ではグラフの黄色のお米のみ、緑色のお米と煮豆の組み合わせと比べてオレンジ色のお米と納豆を食べた人で食後血糖値が抑制されています。タレを入れてもいいのでぜひ納豆を食べてください。チャンネル登録で応援お願いします。ダイエット情報もお送りしますので概要欄から公式 LINE の登録をお願いします。あなたのダイエットが大逆転できますように。それではありがとうございました。